はい、タンタンです、DCT ウクレレでございますね、こちらメイプルの、ボディでございますね、こんな感じになっております。あ、違う、これそうだ、メイプルじゃない、あのね、メイプルに思うんだけど、マホガニすごいですよね、こんなマホガニあるんですねっていう、マホガニヘッドもこんな感じ、DCT の、UKS2152 ソプラノ、トラメのマホガニ、ちょっと弾きましょう。この前の動画にちょっとなんだろう、金額が高いウクレレを弾きすぎてね、ちょっとポーンと抜けちゃうような感じが少し残念なんですけど、こちらでもね、お値段からするといいかもしれない。じゃあね、今うちで税込み2万円で売ってるソプラノなんですね。まあ、あの入門用として、いくつかちょっと増やそうということで少し、置いたんですけど、やっぱりどんだけ安くてもね、あの楽器として使えるレベルの最低限というのがあるので、それのところでギリギリなところでメーカーさんとも交渉して、仕入れたモデルなんですね。こうやって、高いモデルも安いモデルも、同様にですね、手間暇かけて売るのがタンタンの魅力ということで、こちらがまず、ソプラノサイズということでね、ぜひですね、まあギフトなんかにもちょうどいいかなと思います。まあ送ってですね、おもちゃのウクレレで弾けないってなってもちょっと嫌だと思うので、そんな時はこちらのねウクレレもぜひ活用いただければと思います。木目もねしっかり入っているので、結構プレゼントなんかされると、うわこれすごい木目なんて言われるそうな感じのウクレレだと思います。結構ね人気のある、インターネットツールでもねかなり、にぎわっているモデルなんですね、UKS の2152というソプラノモデルでございます。それではお問い合わせお待ちしております。タンタンでした。バイバイ。